中日ドラゴンズ福田選手鈴木投手トークショーの握手会をお届けしてまいりましょう。では早速お呼びいたしましょう。中日ドラゴンズ福田信正選手、鈴木翔太投手、そして東海ラジオ森高俊アナウンサーです。どうぞお願いします。ようこそお越しくださいました。いやーすごい応援グッズがもう目の前に飛び込んできますが、改めましてドラゴンズ福田信正選手、鈴木翔太選手です。拍手お送りください。さあそれでは特集を始め、させていただきます。どうぞお座りください。私も着席させていただいてお話を進めてまいります。改めて福田選手、1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。今シーズンは95試合、18ホーマー、49打点でした、はい。ご自身の成績振り返ってどうでしょうか。そうですね、まあ、本当に試合に出してもらっていろんな経験ができて、本当に成長できた、個人的には成長できた1年だと思います。もうでもね、福田応援グッズをお持ちの皆さん掲げてください。これ福田さんファン増えましたね。いや嬉しいですね。本当にこれほとんどがあれ、これは手作りですよ。そうですね、ありがとうございます。そして鈴木翔太選手にも話を伺いましょう。鈴木選手の応援グッズ掲げてください。皆さん福田さん、はい、黄色い声援がこっちの方が多いかもしれない。まあ、しょうがないです。しょうがないか。それはもう諦めます。諦めます。そうですか。はい。翔太投手、改めて今シーズン5勝5敗という1年でした。どんな1年でした。そうですね、やっと8勝にも挙げられて、はい、まあ、5勝だけでしたけど、うん、まあ、やっぱり少しでもチームに貢献できたので、はい、今年は、まあ、すごく充実した1年間を送れました。はい。鈴木翔太はいつ出てくるんだと、もう待ちに待っていたファンの方多いと思いますよ。改めて初勝利の味を教えてください。そうですね、本当にもう3年間何も結果を残せずにすごく悔しくて、まあ、やっと本当に今年結果残せて8勝に挙げられて、もうすごく嬉しかったですし、やっとこれでスタートラインになったなっていう気持ちになりました。はい。ということで改めて福田選手も鈴木投手も、まあ、ここまでどうでしょう、こういうトークショーとか、ファンの皆さんと触れ合う場っていうのはこれまでプロ入り後福田さんどうでした。いや、トークショーのあんまり経験がないんで、うん、ちょっとあれです、喋るのあれなんですけど、うん、どうですか、お願いします。選手会長、お願いしてる場合じゃないでしょう、本当に。翔太投手はどうですか。そうですね、僕もあんまり経験ないので、はいはい、野球の試合以上に緊張しますね。お、はい、そうですか。改めてこうやってファンの皆さん大勢いらしてますんで、まあ、2人の野球のこと、素晴らしいことはもう皆さんよくお分かりだと思いますが、一体この2人がどんなキャラクターなのかというのを今日ちょっとね、私は皆さんにお伝えしたくてマイクを手に取っているわけなんですけれども、福田さんから見た鈴木翔太投手どうでしょう。いやもう爽やかな、うん、本当好青年っていうイメージのまんまですけど、僕はほうほうですって、かっこいいですね。ですです、鈴木翔太投手ありがとうございます。はい。逆行きましょうか。鈴木翔太投手から見た福田選手どうでしょう。いやーやっぱりなんていうんですかね、体から見た限りもすごく大きいんで、うん、はい、頼もしいっていうか、うん、やっぱり野球でもそうですけど、はい、男気あるなっていうのはなんか感じます。はい、男気があるそうですよ福田さん。いやまだ出してないですね。これから出していきます。あ、まだ出してなくて男気を感じてもらってるんなら、はいはい、もっとすごい男気があるの。そうです、こんなもんじゃないです。いいですね、自分でハードル上げますね、このシーズン。まあ、皆さん、会場にお越しの皆さんからご質問もこの後頂戴しますけれども、まあ、せっかく今日こうやって2人がですね、ステージの上に座ってくださっているんで、私があらかじめ2人がどんなキャラなのかをドラゴンズの選手にリサーチしてまいりました。鈴木翔太投手、リサーチ結果をいきますよ。はい。まずね、小笠原慎之助さん、それはちょっとやめましょう。しんちゃんはこう言っています。本当は違うキャラなのに人前で透かしがち。
どうですか。いや、多分本当にあいつと、柳さんは僕のことを知ってると思うんで、うん、多分その通りじゃないですかね。なんだろう、それ別にすかしてるわけじゃないんでしょ。けど、なんですかね、でも周りからはそう見られます。あ、そうですか、はい。ちょっとまだこう緊張して取り繕ってしまう部分がある。猫かぶってるかもしれないですね。でもね、さすが後輩ですよ、はい。来年はファンの皆さんの前で一緒に数多く笑いましょうねって言ってました。珍しいこと言います。本当に普段はもう生意気なので。そうですか、はい。僕のこと多分先輩と思ってないんで。祖父江投手、はい、先輩ですね、はい。翔太は寮に住んでいたので、ドームの帰り、僕が翔太を寮までよく送ります。でもあいつは裏でそのことをソブタクと呼んでいます。どういうことでしょうと。これ祖父江大輔が教えてましたね。はい、間違いないです。これはもうお認めになる、はい、ソブタク、はい、ソブタクシー。これじゃあ結構シーズン利用したんですね。あ、そうですね、同期なので、はい、ソブエさんとは、はいはい、もうなんかお兄ちゃん的存在で、じゃあソブエさんからも送ってたろうかって言われて、はい、お願いします最初、お願いして、そうですか、そこから何回か運動してもらって、うん、でも自分でも言うじゃん、ソブエさん、このタクシー高いからなって。でもお金は一切発生しないと。発生しないです。そうですか、はい。ちなみに副宅は利用したことはないです。福田さん、はい、副宅はどう高い。いや、まだ早いです。まだ早い。そうです。選手会以上の助手席はまだ早いと。まだ早いです。そうですか、はい。続いてね、翔太投手、はい、三間拓也投手、なんとなく想像つきますね、はい。翔太はかまってちゃんですと。僕のことをみー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 って呼んできます。はい、いや、なんか三間さんって呼ぶのめんどくさいですよね。はいはいはい、めんどくさいんで、みーさんって呼んでます。あ、はい、みーさん、はい、みーさん、で、三間投手さんをつけるのめんどくさいんで、みーって呼んでます。あの、猫じゃないから。あのね、三間投手はね、はい、めんどくさいんでたまにスルーをするんですが、スルーをすると余計絡んできますと。あ、はい、もう逆にもっと絡んでよと思います。はい、それは何だろう、寂しがり屋なのか、はい、いたずら心なのか。どうか、いたずら心。あ、そっちですか、はい、なるほどね。はい、やっぱり後輩は優しいですよ、藤島選手。はい、何かにつけて翔太さんが一番優しい、それしかないですと言ってました。帰ったら飯を持ってきます。たんまりおごってあげてくださいね。はい、あの、一応あまりこう普段は2枚目ですからね、表に出てもこう小笠原慎之介投手の言葉を借りると若干すかし気味なんですが、実はあの、こういう可愛らしいピッチャーなんで、皆さん覚えておいてください。あ、はい、まあでも、うん、結構僕人見知りなんで、はい、こういう周りの、この前に出るのが嫌なんですよ。ほうほう、だから多分そうすかしいように見えるかもしれないですね。なるほど、はい、でももうそう言ってられないですね、翔太さんね。そうですね、はっちゃけてる部分出してみたいですね。はい、皆さん、もうそうさせないという意味で拍手をお願いできますか。はい、もうこれは避けて通れませんから。はい、わかりました。そして一人油断している人がいらっしゃいますね、隣に。はい、福田さん、ちゃんと、はい、ちゃんと聞いてありますよ、あなたの分も。マジですか。そんな出てこないと思いますけどね。行きましょうか。はい、はい、藤井敦史選手。ああ今のあーの意味を教えてください。どういう意味でしょう。大先輩。はい、藤井敦史、あいつと僕は試合でよく打点を競争しています。あいつは僕の一つ前の打順なんです。ランナーがいる場面、福田はホームランを打つかゲッツーを打って僕に打点がつかないようにしてきます。そういった意味ではあいつはすごいですよ。試合終わった後に1時間ぐらいずっと言われるバッカーで、はい、ちょっと勘弁してほしいです。そうですか。あの、別にわざとゲッツー打てるわけじゃないですよね。そんな器用なことはできないです。なるほどね。来シーズンはわざとホームランは皆さん大歓迎ですから、はい、打ってください。はい、ありがとうございます。
さすがにホームランでランナー掃除して藤井選手に渡しても文句言わないでしょ。いや結構言われる。言うんですか。あとで裏で言われる。そうですか。ちなみにね、あの藤井選手はそれされた日、ゴミをゴミ箱じゃなくて福田のカバンの上に置くようにしてます。ちっちゃい嫌がらせだな。いやもう毎日っすよさ。テーピングつけてるんですけど、藤井さん、はいはい、それ試合終わって外して、僕のロッカーの前にあるカバンの上にポッて投げるんですよ。で僕はいつもありがとうございますって言ってちょっともう来年はきつく言いましょうか、はい、そうです ね選手からちょっと聞いて、ゴミをちょっとゴミ返しをしますか。いやそれはできる。さすができない。結構先輩ですか。そうですか、はい。まだまだ終わらないですよ、はい、松井裕介選手。あ、はい、いいですね。福田さん、ちょっと帽子取りましょうか、一瞬。最近、福田は日焼けサロンに行き、はい、この時期にはありえない黒さです。何のために黒くなってるんでしょう。まあ、いやこれちょっと話すとちゃんとした理由がありまして。おお、教えてください。はい、まあ、ファーム生活が長いんで、はい、やっぱり焼けるじゃないですか。うん、で、一軍に上がって、いつも2週間ぐらいで、はいはい、2週間長くて1ヶ月ぐらいで落ちちゃうっていうパターンが、うん、結構何回もあるんですけど、白くなった頃にいつも落ちるんですよ。日焼けが落ちてきた時に、だそれがすごい嫌で、うん、だ一軍にいる時は特にヒサロに通って、うん、ファームの気持ちでいつもやってます。なるほどね。ちょっと真面目な理由です。すいません。いやいやいや、ってことはジンクスそうですね、ってことですか。まあ、今の時期はあんま関係ないですけど。だから今の時期のことを言ってるんですよ。今の時期は何、はい、ただ単に白くなりたくない。白くなりたくないです。翔太投手どうですか。先輩この時期日サロに通ってます。はい、いいんじゃないですか。いいんじゃないですかと。ですよね。まだありますよ。はい、ゆうすけ選手、はい、僕の食事の誘いを10回中10回断ります。あいつは何ででしょうか。いや、これ本当そんなことないんですよ。ほう、あの遠征行くためにゆうすけさんそろそろちょっと飯マジで行きましょうよって言うんですけど、ほうほう、誘ってくれるんですけど、うん、いつもナイター終わりの予定ないなと思ってホテルで飯食って、はい、部屋にいると12時ぐらいにかかってきて、はい、今から飯行こうと言われるんで、じゃもうスイッチ切ったらもう絶対出たくないじゃない。なるほど。それで何度か断ったことありますけど、ちょっと時間が遅いと。遅いですね。だから誰かがキャンセルした時の代打でいつも呼ばれるんですけど、なるほど。そんなの絶対行かないです。俺はレギュラーだと、はい、代打じゃねえぞと。そうです。まあでもあれですよね、来年選手会長ですから、今度は自分がやっぱりこういろんな投手野手関係なく、そうですね、若い選手連れていかないといけないですね。そうですね、ピッチャーの人とあんまり飯行ってないんで、はい、来年はちょっと行こうかなと思いますね、はい。あとね、最後に同級生ですね、はい、亀澤選手、はい、来年は選手会長ですね。会場の皆さん、ノブ、福田選手、ノブはお箱は騎士団のワンナイトカーニバルです。パフォーマンスを見せる立場になりましたねと亀澤選手は言っておりました。どうでしょうか。いや、ちょっとマジかもしれない。そうですね、まあ、中学校の時から歌い続けてますけど、はい、選手会じゃない、キャンプの打ち上げとかあるじゃないですか、沖縄で、はい、僕8年間連続ぐらいで前で歌ってるんですよ。おそんなキャラじゃないんですよ、本当に、ええ、だから誰かそろそろ若い子が変わってくれないかなと思ってるんですけど、いやでもどう選手会長だしね、翔太投手、はい、そうですね、うん、まあ、みんなの前に出て、うん、やっぱりそういうチームを盛り上げる役にもなってもらいたい、ね、なるほど、後輩は強く思うわけですよ、はい、ねえ、福田さん、ね、名古屋ドーム、来年ほら、あれ音出ましたよ。いや、マジやりません。あれ音が出たよ。名古屋ドーム来ないか。勘弁しません。選手会長には勘弁しません。行きましょう、皆さん。手拍子を。皆さんご一緒に。I'm gonna get you out of my head.
たちが。はい、福田さん、ありがとうございました。ちょっと後輩の意見も、感想を聞きましょうよ。翔太投手、どうでした？いや、さすがです。ね、やりたいです。やっぱちょっと、選手会長って肩書きついて、殻破りましたね。そうですね、ね、あんまり見ない福田さん見れました。はい、いやー、楽しいな。じゃあ、ぜひ福田さん、来年も名古屋ドームで勝ったら、はい、そうですね、ちょっとこの辺りね、一発いきますか。一発いきましょう。ね、カメラさんの最初は俺んとこじゃなくて名古屋ドーム来ないかで、ね、あ、いいっすね、ね、名古屋ドーム来ないかって行きましょうか。はい、はい、いやありがとうございました。本当にさ あ本当に無茶すぎる無茶ぶりをさせていただきましたけれども、じゃあ選手会長の福田さん、はい、今年はね、はい、18ホーマー49打点ということで、はい、まあ、残念ながらちょっとゲレーロ選手がはい、チームを去ることにはなりましたが、そうですね、もちろん中軸主軸としてやっていく、はい、そんな思いがあると思います。来年に向けての思いを聞かせてください。そうですね、まあ、やっぱり、まあ、ゲレーロを抜けますし、やっぱり僕が、打線の中心に入って、チームを引っ張っていけるように、まあ、それとあと選手会長にもなりましたので、自分のことだけじゃなく周りをしっかり見て、もうとにかくちょっと負けっぱなしなんで負けたくないんで、もう勝てるように、はい、頑張っていきます。皆さん拍手をお願いします。そして翔太投手、はい、今シーズン5勝ということで、はい、来年への強い思い現時点でもうあると思います。お願いします。はい、そうですね、まあ、今年5勝しましたし、でも今年は開幕に残れなかったので、まずは来年しっかりとファンキャンプとオープン戦アピールしていって、開幕残って、1年間1軍のマウンドでロード守れるように頑張りたいなと、あとは、2桁勝てるように、はい、頑張ります。2桁10勝宣言でいいですね。はい、ちなみに福田さんが、はい、もう30本くらい期待してる人がほとんどだと思いますよ。はい、どうでしょう、僕は30分後は。そうですね、出ればいいですね。あれ、いや、数字はちょっと言わないようにしてるんで、あれですけど、まあ、でも今日ぐらい行ってもいいんじゃないかな。今日ですか、うん、いや、中スポ一発で乗っちゃうじゃないですか。ちょっと気をつけて、言葉やね。後輩が2桁言いましたよ、はい、ねえ、翔太投手。はい、僕は初めて言いました、今日。ほら、はい、福田さん、じゃあ、そうですね、35本打てるんで。35本はいただきました。さあ、それではですね、今日たくさんのお客様に来ていただきましたので、会場からのご質問を受け付けたいと思います。質問したいという方はですね、手を挙げてください。さあ、それでは2人への質問受け付けます。手を挙げてください。じゃあ福田選手からいきましょうか。はい、じゃあはい、はいはい、そのチョップのような、はい、手を挙げている少年いきましょう。はい、どうぞ。あ、じゃあマイクが行きます。そのマイクに向かって質問をしてください。長打を出るにはどうすればいいんですか？お、福田選手です。もう当たり前でしょう。長打打つには、なるほど、まあいろんな練習方法があると思うんですけど、僕は素振りが一番大事だと思ってるんで、素振りいっぱいして早振りですね、うん、早振り10本何セットっていう感じでやれば、うまくなれると思う。野球バッティング、はいはい、素振り早振り、分かるね、うん、頑張って、はい、さあ続いての質問いきましょう。どうぞ。じゃあ翔太投手いきましょうか。はい、あれ、じゃあこの赤い服着た女性の方、はい、行きましょう。まだ最初に女性当てるのがあなたらしいね。はい、お願いします。はい、鈴木選手に、質問なんですが、はい、初勝利のご褒美は何かしましたか？初勝利のご褒美、初勝利のご褒美まだしてないですね。じゃ、これから予定ですか？まあ、そうですね、
もらえるお金もちょっと増えたので、うん、何か時計や何かちょっといいものを一つ買おうかなと、うん、今考えてます、はい、いいですか。はい、ありがとうございました。続いての質問いきましょう。どうぞです。さあ、福田選手会長どうでしょう。はい、あ、じゃあ、ユニフォーム着たあの男の子3番のモデルかな。ファンクラブ限定ユニフォーム。あ、そうです、そうです。はい、じゃあ、はい、膝で今立ってくださっているところです。両方に聞きます、はい、先輩方で一番怖い人は誰ですか。これはもう少年の質問に嘘をつくわけにはいきませんから。福田さん、どうぞ。まあ、先輩もだいぶ減ってきたんで、うん、あれですけど、まあ、一番安牌なのは藤井さんです。少々何してもいいと、はい、怖い人です。怖い人というか、森野さんはやっぱりいろいろ教えていただいてたんで、はいはい、まあ、怖いっていうあれは怖い先輩いないですけどね、うん、そういう意味では、そういう意味では、はい、森野さんが、はい、まあ、同郷ですしね、はい、ちょっとオーラがあってと、はい、いろいろご指導いただきました。はい、はい、ショート投手お願いします。はい、選手ですか。選手ですよね。選手だと、あ、やっぱり近所のおじさんいたって誰も知らないでしょ。コーチとかでもいいですか。コーチとか、あ、いいですか。コーチでも大丈夫です。コーチでもいいですよ。はい、OB でも大丈夫。あ、OB でもいいですよ。朝倉健太コーチ。健太コーチ怖い。怖いっす。怖いっていうか、もう練習鬼ですね。あ、そう、はい、それが一番怖いっす。そうですね、はい、まあでも厳しいコーチが一人ぐらいいないとっていうところでしょう。まあそうですね、うん、はい、うんうん、これいない方がいい感じね。はい、ありがとうございました。続いての質問どうでしょうか。じゃあ福田さんお願いします。はい、じゃあはい、うん、じゃあちょっと待っててね。はい、お願いします。福田選手は構えるときにちょんちょんするのは何ですか。ちょん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 ってどこのことだろうな。あ、ちょっと福田さん、ちょんちょんやってください。ちょんちょんの前ここで一回前から、もうちょっと前からやりましょう。もうちょっと前から、うん、戻してってのちょんちょん、これでいい、はい、なんでちょんちょん。まあ、いつでも動き出せるようにっていうか、まあ、タイミングが遅くなりがちなんで、こっちから動くぐらい早く動こうと思って、まあ、止まってたらなかなか動き出しが動きづらいんで、はい、そんな感じです、はい、タイミングを取るための、まあ、福田ルーティン。そうですね、いつの間にかなってましたね、はい、ですって、いいかな。はい、ありがとう。じゃあ続いていきましょう。手を挙げてください。じゃあ翔太投手お願いします。はい、うちは、はい、はい、じゃあマスクされた女性の方ですね。お二人にお聞きしたいんですけど、はい、お休みに入られると思うんですけど、楽しみたいこととかやりたいことありますか。じゃあ福田さん、楽しみたいこと、はい、やりたいこと。そうですね、野球以外でってことですよね。はい、はい、去年ちょっと怪我してて、ちょっとゴルフできなかったんで、今年はちょっとゴルフ気合い入れてやろうかなと思って、うん、ちょっと、まあ、1回行きましたけど全然ダメだったんで、はい、明日から頑張ります。ちなみにベストスコアはどれぐらいなんですか。ベストスコアは91ですね、はい、ハーフは39です。なんでそこだけそこだけ声強くしてきたの。ハーフ39です。なるほど、わかりました。はい、じゃあ翔太投手どうですか。はい、僕もゴルフが大好きなので、ゴルフをやりたいのと、あとはちょっと体の疲れを癒しに温泉、うん、旅行みたいなので温泉に行ってみたいですね、うん、はい、うん、実はゴルフすごい上手なんですよ。いや、上手
じゃないですけど。上手ではないの。はい、でも福田さんけ、ね、どっちが上手いんですか。いや絶対ショートの方が上手いです。おお、そうですか。はい、投手陣で一番上手いのは山井さん。さすがベテランですね。はい、ベテランの方、先輩の方は上手いです。そうですか。はい、あと温泉、はい、もういつの日か女性ファンの皆さんを連れていくぐらいのね、オフシーズン。そうですね、はい、頑張ります。はい、続いての質問いきましょう。どうですか。はい、じゃあ福田選手。はい、じゃあ、はい、ユニフォームを一番前の55番。はい、はい、ご夫婦でいらっしゃいますか。あ、そうですか。あ、夫婦揃って福田さんのファンでいらっしゃいますか。はい、オフだから来てるんですけど、はい、福田さん、普段守備されてる時に敵チームの方が一塁に出塁された時に話しててこの人ちょっと楽しいなっていう方いらっしゃったら教えてほしいんですけど。おー、あー、ファースト守ってるってことですか。はい、あとどんなことを話すのかっていうのをちょっと知りたいです。あー、そうですね、まあ、基本的にはでも先輩だったらお願いしますって言って、まあ、後輩だったらナイスバッティングとか、うん、そんぐらいですけど、まあ、あとは牽制のこのピッチャーの牽制の速さ聞かれたりとか、この牽制速いかなって、ほう、普通、大体普通って言うんですけどとか、そうですね、まあ、あと同い年でソフトバンクに福田選手っているんですけど、はいはい、まあ、すごい足速くて盗塁うまい選手なんですけど、そいつはずっとランナーコースで喋ってて、うん、で走るなのサインが出たりするとめちゃくちゃランナー塁上で怒ってますね。なんで走らせてくんねんだっつって。あ、そう、いやすごいなと思って、意識高いなと思って、見習います。ありがとうございました。はい、ちなみに牽制がめちゃくちゃ速いピッチャーにも、はい、このピッチャー普通だよって言って、あ、います、います、牽制師さんしたら、はい、嘘つくないなって言われない。いや、言われますね。あとで言われますけど、まあ、それはもうしょうがないです。まあでもそれ企業秘密だもんね。はい、敵ですから。なるほど、はい、かといって遅いというのもちょっと心が痛む、はい、そうですね、まあ、ファーストやってると結構わかるんですよ、はい、癖が、はい、あ、牽制くるなとか、うん、なんで、まあ、いろいろ言いたいんですけどね、本当は、うん、でもそれはダメだなって。そうですね。はい、じゃあね、最後の質問とさせていただきます。手を挙げてください。はい、じゃあ翔太投手。はい、あれ、95年世代期待の星鈴木翔太で、ね、ああいいね、95年世代。僕も95年世代の生まれの人なんですけど、はい、あの自分なんですけど、ちょっと今年ドラフト見てて同じ95年世代育成で1人しか指名されなかったんですけど、はい、そういうの寂しいとかってありませんか。あ、寂しいです。もう1人もともと岸本がいたんですけど、ちょっと今年辞めてしまったというか辞めちゃったので、でやっぱりもう1人入ってきて、まだ2人なんで寂しいですね。なんかど他の学園の人たちを見てると同級生会とか言ってみんなで集まってやってましたりとかしてるんですけど、まだそういうの一回もしたことないんで、うん、してみたいっていう気持ちあるんですけど、2人なので2人でご飯行くのもなんですね。応援しておりますので、はい、ありがとうございます、頑張ります。はい、ありがとうございました。ちなみにじゃあ岸本投手がいなくなって、この間氏はその育成で入ってくる石田健斗丸投手、はい、はい、じゃあ2人で、2人でこっそりどっか行きますね。はい、石田投手のお父さんが名古屋駅でイタリアのシェフやってますから。そうなんですか。ぜひ会場お越しの皆さんもなんで石田投手のお父さんと宣伝してるのかよくわかんないけど、はい、ということでございました。ごめんなさい、時間に限りもありまして、ここで質問終了とさせていただきます。ありがとうございました。改めて福田選手、鈴木選手に皆さん拍手をお送りください。ありがとうございました。それではこの後ですね、国際との握手会ということになりますので、また係の方の指示に従ってください。準備を進めていきます。どうもありがとうございました。
東海ラジオ森アナウンサーの特集をね、していただきました。そして両選手はこのままちょっとね、お待ちいただきたいと思います。この後すぐ握手会の方に移らせていただきますが、準備がありますので、そのままお待ちください。さあ、福田選手と鈴木投手は今から写真撮影の方を移らせていただきますので、よろしくお願いいたします。サインということで、愛知県経済農業協同組合連合会代表理事理事長権田博康と主催関係者代表より愛知米一票と花束を贈呈させていただきます。よろしくお願いいたします。さあ、非常に重いんですが一票、はい、まずは、あ、いいですか、大丈夫ですか、重そうですけど非常に重そうな一票ですもんね。それでは、はい、あ、よろしいですか。じゃあ、女理事長、こちらの方をまず福田選手に。重たいです。はい、それではどうてください、お願いします。一人でお持ちになったんですが、二人でというふうに台本は書いてますけど、よろしいですか。はい、よろしいですか。はい、はい、あ、軽々とさすがですね。さあ、続いては花束になります。よろしくお願いいたします。今度は両選手に一つずつね、花束を贈呈していただきます。じゃあ一言、頑張ってください。はい、あ、よろしく。あ、じゃあまずは福田選手の方からいきましょうか。花束、はい、お願いします。はい、受け取ります。はい、はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。さあ、この後は、写真撮影ですね。これじゃあ、すいません、重かったですね、すいませんでした。はい、ということで、これ、一票ね、もりもり食べていただきたいと思いますが、この後は写真撮影に行きますね。はい、じゃあ、リオ選手の花束持ったままでよろしかったですか。はい、じゃあ一言ずつお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。花束持ったままでいいですか。はい、福田選手、はい、重かったですか。いや、重かったですね。ちなみに福田選手は一番好きな、はい、愛知の野菜って何ですか。はい、一番好きな愛知の野菜です。農畜産物でいいです。はい、はい、打ち合わせなかったです。あ、打ち合わせすいません。すいません、好き嫌いないんで、はい、はい、僕本当に何でも食べます。あ、そうですか、はい、だそうですよ、皆さん、はい、送るなら何でも。ちなみに肉と野菜はどちらがお好きですか。あ、肉です。あ、やっぱり肉ですね。はい、はい、どうですか、今日は皆さん大勢お集まりなんですが。いや、もう本当ありがとうございます。嬉しいですね。はい、もう本当にね、福田選手の一面どころか10面ぐらい知ったような気がしますけれども。さあ、続いて鈴木投手お願いします。はい、鈴木投手は愛知の野菜と肉はどちらがお好きですか。愛知の野菜で。野菜、はい、どんなものがお好きなんですか。キャベツ。あ、もうキャベツ、キャベツですよ皆さん、いいですか、キャベツです。はい、ということで
どうですか今日は、演奏を終えまして。はい、いや本当に寒い中、大勢のお客さんにね、ファンの方にお越しいただいて本当に嬉しく思います。ありがとうございます。人気があるお二人でね、選手です。本当に記事の段階でもう50人、もう100人ぐらい並んでましたから、もうね、本当にお二人に会いたいという思いが強かったと思います。さあ、それではここで、はい、それでは写真撮影に移りたいと思いますので、すみません、じゃあ中央の方にお二人、はい、すみません、ちょっといろいろと、はい、写真撮影なしで握手会の方に移らせていただきたいですが、すみません、じゃあ花束の方をね、受け取っていきましょうか。すみません、花束の方よろしくお願いします。そちらから順番に、それではこのステージに乗っていただいて、お二人握手していただいて、こちらに向けるという形で、皆さんよろしくお願いします。それから、立ち止まっての写真撮影、それからサインなどはご遠慮願っていますので、よろしくお願いいたします。立ち止まっての写真撮影、それから、サインなどはご遠慮願っていますので、よろしくお願いいたします。あちら一列にお並びください。じゃあよろしいですか。はい、じゃあ本当に大勢の皆さん握手されましたね。ありがとうございました。これをもちまして、握手会の方は終了させていただきます。それではお二人からね、一言ずつ、ここを伺う前にですね、このイベントに大急ぎで駆けつけていただいた方がいらっしゃいますので、ここでご挨拶をいただきたいと思います。大村秀明、愛知県知事です。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。はい、愛知県知事の大村秀明です。今日は第10回となりました、愛知県内で、ね、農協さんの主催の、この愛知の農畜産物、感謝祭、感謝フェアということで、本当に多くの皆さん、ね、お越しいただきましてありがとうございます。愛知県は、ね、中部地区最大の農業圏で、ね、美味しいものたくさんありますので、どうかまた、ね、皆さん、地元の、ね、ものを 地元で食べる地産地消、愛知の、ね、美味しい、農畜産物ね、ご引きいただきますようにお願い申し上げます。ただ、まあ、今日ここに来ている皆さんはね、その農産物よりも中日の、福田選手と鈴木投手のファンの方ばっかりのような気がしますけど、まあそれはいいんです。今日はありがとうございます。来年は勝ってくれるよね。頼むぞ、頼むぞドラゴンズ。やっぱり、ね、私も私の仕事柄もやっぱドラゴンズが、元気がないとですね、愛知も愛知名古屋も元気がないということになりますのでね、ぜひね、来年はもう必ず優勝していただけるようにぜひお願いしたいと思います。野球はドラゴンズね、今日は4時からトヨタスタジアムでグランパス最後の試合があるんで、これ私行くけどね、夕方5時過ぎなきゃいけんけど、先週も行ったんだ俺、水戸に俺が行ったら逆転した。今日必ずね、戻ってもまあ確かドラゴンズもグランパスもね、やっぱり大いに盛り上がってね、頑張っていただきたいと思います。まあ合わせましてもちろんでありますが、愛知のね、美味しいもの、農畜産物ね、どうかどうか皆さんね、ご愛用いただきますようにお願いを申し上げまして、私からのご挨拶といたします。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。大村愛知県知事でした。どうもありがとうございました。それではね、先ほど私がご案内しましたが、この最後に一言ずつ来年の抱負などを含めまして皆様にメッセージをお願いしたいと思います。まずは福田選手から。はい、今日はありがとうございました。そしてシーズン、1年間ご声援ありがとうございました。本当にいつも、ご声援いただいて、本当に力になっています。来年は、もっと、勝って皆さんに喜んでいただけるように、選手一丸となって、そしてファンの方と一丸となって、1年間戦っていきます。また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして鈴木投手です。はい、今日はありがとうございました。今年は納得できる結果ではなかったんですけど、来年また2桁なし頑張ります。やっぱり名古屋ドームで勝つのが一番嬉しいことなので、名古屋ドームで勝てるように、頑張るので、ぜひ名古屋ドームに来てください。これからも応援よろしくお願いします。Thank you.
来年も本当にみんなで応援したいと思います。さあ、それではここで主催者を代表いたしまして愛知県経済農業協同組合連合会代表理事常務神谷直弘より感謝の意を込めまして一言ご挨拶させていただきます。はい、こんにちは。紹介いただきました神谷でございます。本日は本当に朝早くからですね、このドラゴンズの選手、楽しみにして並んでいただきまして、本当にありがとうございます。私も、男が惚れるというんですか、ライクをイケメンで、素晴らしい選手だなというふうに思いました。ぜひですね、この愛知が元気になるためにもグランパスは J2 から J1 に上がってぶっちぎりで優勝、ドラゴンズは B クラスから A クラスに上がってぶっちぎりで優勝と、そのためにもお二人が、最大限活躍されてですね、我々が愛知がもっと元気になるというふうなことを、記念したいというふうに思います。それから先ほど大村知事もご挨拶もございました。愛知は、農畜産物の本当にたくさん取れる県でございます。ぜひですね、地産地消ということで皆様愛知の農畜産物をお食べいただいて元気に暮らしていただくということをお願い申し上げます。本日は本当にどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。そしてね、本当に今日頑張っていただきました福田選手と鈴木投手に今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。長時間ありがとうございました。ファン感謝祭残りわずかとなりましたが、どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。どうもありがとうございました。